本日はゲストにですね、性教育を実践していらっしゃる NPO 法人ピルコンの代表の染谷さんにお越しいただきました。こんな性教育は嫌だというのを事実をもとにですね、書いていけたらと思います。はい、よろしくお願いします。こんな性教育は嫌だ、性の教科書が AV。 これはよく聞く話ですよね。性のこう教育は全然進んでないから、もう教科書が AV になってしまうと。これどうですか？そうですね、私も、あの性教育のことやってますみたいな感じで言うと、いや俺はあの AV で学んできたから大丈夫みたいな。いやそれ実践しないでよみたいな。それリアルじゃないからみたいな。なるほど。もう言いたくなることが多々ありますね。こんな性教育は嫌だ。じゃん。性教育をした先生が教育委員会に処分。これは嫌ですね。はい、そうですね。あの、はい、知的障害のある子どもたちへの性教育で。学校の先生が、まあ、創意工夫をして歌を使ったりとか、うん、教材をオリジナルで作ったりとかしてやった性教育が、教育委員会に問題視されて先生が処分されてしまったんですね。なぜですか？それはもう行き過ぎた性教育だ、過激だっていうふうにバッシングを受けたんですけど、でも結局裁判になって先生方が勝訴したんです。はい、これはそうなんですね。あの不当な政治の介入だということでなったんですけれども、でもこの事件をきっかけに日本の性教育っていうのがすごくやりづらい雰囲気になってしまったっていうことがあります。こんな性教育は嫌だ。はい、受精は教えるけどどうやって受精するかは教えちゃダメ。これはなんでこうなってるんですかね。まあセックスがタブーなんですよね。その男性器を女性器に入れて射精をするっていう表現をすると、うん、やりたがっちゃう子がいるんじゃないかっていうことで、なるほど、 NG になってるそうです。こんな性教育は嫌だ、お告げで身ごもると勘違い。これあの私なんですけど。あ、そうなんですね。はい、あのキリスト教の学校に行ってたんで、あのマリア様がねお告げでこうあの身ごもったっていうところの聖書箇所をよくクリスマスにみんなであの音読させられてたんで、はい、そのイメージが強くてこうだと思ってたんで。こんな性教育は嫌だ、はい、性病ばかり教えるから性の恐怖心が強いということで、なんか汚らわしいものっていうイメージが相当あるんですよね、うん、なんか男性とキスでもそういう性感染症になるみたいな、はい、その記憶がすごいあるから、もうなんか何もしちゃダメみたいな、うん、子供を作る時以外はもう男性とは触れてはいけないみたいな、はい、海外の性教育だと人を愛するってところから始めるって聞いて、うん、なんか全然違うなと思いました、ね、うん、でも私たちは性病って賢い病気なんだよっていう風に伝えてるんですよ。どういうことですか、賢い病気？その感染経路を性行為っていう、うん、その人類繁栄のためには欠かせないところに目をつけたっていうところと、賢い自覚症状がなかなかないものもあるから知らないところで広がっていく、うん、賢い病気だからちゃんと対策をしないといけないんだよっていうふうに伝えてるんですね。こんな性教育は嫌だ、はい、性交はダメ、性的接触はセーフ。これはどういうことでしょうか？これはですね、あの中学校 の、 あの性感染症のところで出てくるんですけど、さっきも言った通りどうやって受精するか、性交のことは取り扱っちゃダメっていうことで、でも性感染症どうやって感染するのかっていうのを伝えるときに、性交はダメなんだけれども性的接触だったらギリギリセーフっていうことで、なるほど、性的接触で感染をしますと書いてあるんですね。逆に何それって感じですよね。意味わかんないですよ ね、 多分ね、具体的に何でうつるんですかっていうのは言わない。それ答えちゃダメなんですよね。それはあの書かれてはいないですね。めっちゃ怖いですね。何で感染するか分かんないけど病気だけ教えられるってことですよね。そうなんです。めっちゃ怖くないですかそれ、うん、実際に今日教科書もお持ちいただいてますね。そうですね。どういうふうに書かれてるんですか？たった一度の性的接触でも性感染症にかかる可能性があります。書いてある書いてある書いてある、ね、これだともうキス怖いって思いますよね。書いてる、うん、こんな性教育は嫌だ、はい、コンドームを授業で見せたら保護者が激怒。はい、あのこれ実際性教育をやってる方にお話を伺ったことがあるんですけども、まあ、コンドームってこういうものですよって授業で見せたら保護者からのクレームが半端じゃなかったっていう。でも見ないとどんなものか分かんないですよね。分かんないですね。使い方も分からないですよね。分かんないですね、うん、実際でも染谷さんのところすごいんですよ、はい、YouTube でコンドームの付け方を。あ、そうですね。ね、あの模型を使ってめちゃくちゃ分かりやすい解説をしています。まずどうやって開けるかから始まります。開け方もあるんですねあれ。破けないように
ちょっと端に寄せるとか。あ、こんな性教育は嫌だ。はい。確実な避妊をけど具体的には教えない。一応コンドームとピルは出てくるんですが、そのじゃあコンドームどうやって使うかとか、もしコンドーム失敗したとかピル飲み忘れたっていう時に緊急避妊という方法があるんですけど、アフターピルを飲むっていう方法も書かれていないとか、中絶がいつまでできるとか、そういう情報がすごく不十分なんですよね。確かに、うん、こんな性教育は嫌だ、はい、うちの生徒は幼いから性教育はいらないと高校で言われました。そういう先生ほど生徒の実態を把握してないんじゃないかなって思いますし、性的な成熟度に関わらず、その妊娠できる、させられる体になったっていうことはきちんと、それは体を守るとか相手を傷つけないために必要な教育としてぜひ実施をしてほしいなと思います。はい、ということで、こんな性教育は嫌だを、なんか出し合ったら本当に悲しくなってきましたまだまだ程遠いなというふうに感じましたが、はい、この後もっとお話を伺っていきたいと思います。はい、それではありがとうございました。ごきげんよう。